やっぱりあのモデルルーム間違いだったって。そりゃそうよね。まあでも面白いものが見られてよかったわ。そうだね。いつかあんな家に住めるように頑張るよ。それは頼もしいわね。でも正直なことを言えば、どんな家でもいいと思ってる。え？広い家に住めば誇らしい気持ちになるだろうし、狭ければいつも君の体温を感じられる。古ければ不便さを共有できるし、新しければ思い出が傷となって刻まれていく。どんな家に住んだってきっと何か問題は起こって、きっと気に入るとこもある。住めば都だからね。でもだからこそ何でもいいの。きっとあなたのいる場所が私の帰る場所だから。